え、ピンクはどうでした、やってみて。じゃあ、お問い合わせしますか。はい、もう普通に間違えたし、いや、ここが得意教科なんですけど言ってるけどね。いよいよ問題の世界史です、はい、どこまで追いついたのかさあ、計算してください。やってます。よし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 、ダメですよ、そんなのしちゃ。始まりました、ぼちチャンネル。さあ、かずき、さあですね、いや、もう共通テスト近いんですが、はい、いよいよパックのやつですね。まあ緑はもうやりましたからね、はいはい、生配信でやって、まあ、サブチャンにまとめたのが出てますが、はい、じゃあピンクの方いきますか、可愛いの、はい、これ、はい、青もあるし、あと寸大の実践問題集はもう終わったの。もう終わりました。はい、結果は知らないの。いや、結果ありあ る, あ, るあるんですけど、うん、メモしてるんです。ちょっとメモしてるの持って言わせるじゃん。大体でよける喋れます。ダメです、大体じゃもうちゃんとデータください。そんな送っときます。メモして、じゃあまた言われちゃいますよ、それ、はい、持ってきてないと、はい、ちなみに、はい、これは Z 回あげますので、もうあと残り1週間ですけど、はい、Z 回からもらったから、はい、あげます。ありがとうございます。残り1週間これやって、はい、また結果を聞かせてもらって、はいはい、ピンクはどうでした、やってみて。リーちょっとサムネ撮ってきます。いや、ピンク、ピンクはリーディングがかなり簡単で、うん、お、そうなんだ。10分ぐらい余ったんですよ。ほうほう、いつもはギリですけど、うん、でもリスニングはちょっといつもより若干不安ですね。ほうほうほう、なるほど。じゃあ答え合わせしますか。はい、はい、リーディングからいきますか。じゃあ、8割いきたいですね、うん、総合で8割。OK、総合8割ね、はい、リーディング簡単って言えばね、まあもうこれで取れなかったら話にならないですからね、はい、はい、リーディングで8割いってませんってなったら、はい、いきます。はい、1、はい、2、はい、2、はい、ここに書いてる。おーおー、びっくりした、これ線引いてるだけだよね、お前な、はい、そこだけ唯一不安みたいな。第3問、第3問で不安だったんですよ。はい、もったいり本当に間違えたし。配点知ってんの。配点知って、もうやってるんで。あ、もう記憶にあると。記憶にあります、配点。配点が記憶に残るぐらいやりまくってます、問題。まあ、そうですね、2日1回ぐらいはやってます。4番がちょっとですが、86です。おお、86点。間違えたのが13番と18、19、21の連番。連番とプラス22、はい、2も間違えてますけど、で29と44、45のあのセットのやつですね。はい、ってことは何問間違えたんだ。1、2、3、4、5問ですね。5問。あー、もうちょっと島86までいってるけどね。いや、でも多分相当簡単だと思うんで。あ、そうなんだ、はい、相当簡単で、じゃあもっと欲しかったですけど。はい、見直ししてる。はい、はい、リスニングいきます。リスニング怖いっすね。2、はい、2、はい、いや、2回読みなのに、はい、いや、次、4、はい、3、はい、3、はい、1、はい、1、はい、さあ、いや、でも、もっとより悪くはなかったです。もっと下かと思って、うんうん、ちょっと、消えたんでしょう。82点。おー、82。おー、取れた。8割来てます。はい、まあ、そうですね、3回に2回ぐらいは取れてるんですよ、うん、なるほど、あっちで。でもあっちって何。いつもの、ああ、寸大の、寸大の実践のやつね。はい、うわー、来た来た、ま、英語は悪くない。うんうんうん、リーディングはちょっともうちょっと取れて、なるほど、ね、で何問ミスだったの、リスニングは。リスニングは、まあ、合計だと5問ですね。5問、5問ミスで、問い2が9だった。 9と、で第3問14、はい、で第3問16、16で、はい、4問が最初並び替え、並べ替えか、で最後の問題37番。おお、なるほど、耐えた。いや、8割。さあ、続いて国語です。いや、国語ですね。いや、国語得意教科なんですけどね。そう言ってるけどね。得意って言ってるけど、まあさ、安定しないよね。ドキドキの、さあ国語いきます。はい、ではまず漢字だっけ。はい、漢字です。1、2、はい、漢字コブンで2、4、5、6、7、8。さあ、計算してください。やっちゃってます。いや、ちょっと持ち取れてると思ってたんです。ちょっと手応え的にはやばいかもしれないです。得意科目、いや、はい、まあ、まず評論ですね。評論が28点です。はい、50点中28点。低い。そして小説が26点。もっと低い。半分。
はい、うわー、そして古文が31点です、ね、うわー、なるほどね。で漢文が40点、ね、最後の10点これ10点問題落としちゃったか、やってなかった、はい、ということで合計が125かな、125ですか、54、85、125じゃん。いやー本番ってやばいっすね。うわー、だって6割だよ、これはきつい。いや、ここっすね。いや、本も得意なんですけどね。得意じゃないじゃん。得意じゃないじゃん。つうか古文よりも低く出ちゃってるとかさ。まあわかんない。これは本番のレベルなのかわかんないですけど、はい、古文より簡単でしょ普通原文って。だからね、はい、怖いな。もう古文漢文は何、だいぶできるようになったってこと？いや、古文漢文は、うん、まあ、本番できる満点狙いたい。お、それぐらい漢文は狙ってほしいけど古文むずいからね。いや、古文テスト取れるときは取れるんですよ満点。なんで。なるほどね。今回はちょっときつかった取れちゃいました。じゃあいよいよ問題の世界史です、はい、どこまで追いついたのか。いや結構やってます世界史。12月から追い上げを。世界史なんか一問、うん、設問ミスみたいなのあったんですよ。あ、そうなの。はい、何、設問ミスだったの本当に。はい、設問ミス。ミスって書いてあったの。いや書いてないんですけど、もうそもそも選択肢ないみたいな、その X を選べって書いてあるの、X ない選択肢。えー、そうなの、それやばくない。いや、でちょっと今ちょっと確認していいですか、うん、X で選ばなきゃいけないのに、うん、ああそういうこと、AB になってるってこと、 XY の組み合わせとしてなのに AB ってなってるってことね、うん、そうそうそう、ああなるほどね、はい、あ、もうこれは作った側のミスですね。ダメですよこんなミスしちゃ。でも意味的には XY が AB になってるだけでしょ。いや、ここちょっと確認したんですけど、うん、あのおかしいなと思って、うん、ここしたらこれも中身もぐちゃぐちゃになってて、ああもう合ってないですね。本当に質問ミスでした。これ出題ミス、ダメですよそんなのしちゃ。パックで脳幹でいいですか、脳幹、うん、まあ脳幹でしょうがないですけど、はいはい、ただ分かってはいたのか。いや分かっていたんですよ、分かってたんですよ、ここ、ね、はい、ではいきます、世界史 B、 はい、はい、脳幹5番ですね。5番、出題ミスが第1問の5ね、はい、で、まあ、9からはね、さあ計算しましょう。いや、もう合ってること一緒じゃないですか。いや、いいんじゃないそれは、だって脳幹は合ってるでいいんじゃない。マイナスで数えた方が、うん、やっと早くなってマイナスで数えた方が早くなった。はい、開始結構、おお、さあ何点だったか。はい、89点です。おお、9割近くいきましたね。そうです、まあよし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 、さあ、はい、ただ合計するとですね、まあ国語 62.5 に換算すれば簡単に出ると思いますが、はい、そうすると、え、で500分のでいきますか。いやいや、400分のでいった方がいいよ。400分ので、うん、換算しちゃって、もう国語400分の計算ちょっと、はい、まあね、数学やってないですからね。はい、数学やって、はい、は 319.5 ってことで割る4、要すると79.8 いかなかった、ギリ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 いかなかった。じゃあ、まあ400分の300 319.5、いや 0.5 点、そう、ギリいかなかった。うわー、ギリいかなかったか。いや、ちょっと、はい、どうですか、これが現役の伸びです、ね、びっくりしてる方多いと思いますけど、はい、国語本番の方が取れますよこれも多分。自信がすげえ。いや、若い、俺は国語が一番苦手だったから、はい、何のよっしゃみたいな感覚も一切なかったから、はい、古文漢文できなかったんで、だからそれと比べればもう全然あるの、はい、世界史とか英語は、まあ、あるじゃん感覚的になんか、はい、やっぱしかもなんか学んでいけば学んでいくほど伸びるしね、はい、現代文はそこがね、なかなか感じられないから大変だと思うけど、まあ、漢文はね伸びたね。ちょっと違う気がするんで、私立の現代文と共通の現代文が、うんうん、なんかよかった、これ励みになったじゃないですか。そう、なんて言って1日10時間以上やってますから、だから共通は取れない取れないって言ってる人いますけど、そんなことないから、はい、ちゃんとやれば伸びるし、世界史だけで、まあ、10時間近くやってるんで。え、世界史で何だけで10時間近くやってるんで、1日、はい、1日世界史だけで10時間近く、恐ろしいな。そうです、英語と国語は、まあ、被害で、まあ、3時間ずつぐらいしかやってないんで。あ、そうなんだ、はい、へえ。ちょっとリスニングは毎日聞いてほしいですからね。リスニングは、まあ、ちょっとだけは、まあ、今日から毎日できますから英語大量に頑張ります。まあ、ただ国語もあるんでね、これぐらいはサカサカサカっともう慣れるぐらいな感じです。バババババッと解いてくれればいいんでって感じですね。だって別に90とか狙ってほしいですから英語に関しては。いや、それ、ちょっと本番難しいですか、うん、英語って。知るか、まだだって2年しか行われてない試験だから分からないわ。去年の感覚的に言うと、だって難しくすることはできる、あれよりも全然。
去年はどうでしょう、別に。だあれは初見の人たちにとっては難しいよ、だから当然新しい形式、ただ全く同じ形式で来るんだったらもっと難しくできるから、難しくする方がまあ普通は無難だと思うけどね、うん、またなんかするんですか、さあどうなるかですが、はい、ということで葉月を応援してあげてください。次回はね、いよいよ最終回、青パック、はい、共通テスト前最終回ですので、はい、ではご期待ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.